ウルティマックス100を手にしたシンガポール軍、兵士 CIS ウルティマックス100軽機関銃は、シンガポールの CIS 射精 5.56mm 軽機関銃で、ある。AR-18 ライフルの設計に関わった、ジェームズ・サリバンの指導の下、CIS 社が、シンガポール軍向けに開発した。現在までに、マーク1マーク3までのバージョンが作られ、三点バースト機能を、 オミットしたマーク4および折りたたみ重傷装備のマーク5がテスト中である。いわゆる分体支援火器として当時の主力アサルトライフルだった SR-88 と弾薬を互換できる軽機関銃として開発された。遊程が交代した位置から射撃を行うオープンボルト構造でボルト先端には閉鎖用の消毒器が7個設けられている。 コッキングハンドルは、銃の右側面に設けられ、射撃時には、前後をどうせず、全身位置に留まる。特徴として、迅速に、取り外し可能なストック、CQB 対応の単重心バリエーション、射撃時に後退した遊程が、レシーバー等と衝突しないよう設計されているため、板に伝わる反動が軽い、そして、何より、マガジンなしで5ラム未満という、軽機関銃としては、 異例の軽さが挙げられる。こうした特性によって取り扱いが容易であり、重傷を取り外し、単重心を装備した突撃形態でも安定した射撃が可能となっている。スタンダードな超重心には M16 用重剣を装着できるバイオネットラグが設けられている。製造時期によって5つのバリエーションが存在する。 重心は 580mm の通常型と 308mm の CQB 型の2本立てだったが、最近になって 267mm の用心系護用が追加された。状況に応じて SR-88 用の30発マガジン、M16K 用のマガジン、60.100、連発のドラムマガジンが使用可能である。ありがとうございます。